あらみなこにそれでは今回なんですけども、PayPay を使って初めての Yahoo ショッピング、5のつく日のキャンペーンも9月から参加条件変更へということで、今回はですね、PayPay と Yahoo ショッピング、そして5のつく日に関することについてお伝えしていこうと思います。 ということで早速なんですけども、ヤフーショッピングといえばこちらですね、5のつく日キャンペーンということで、今回は5、15、25の15日に当たりますね。で、まあ下の方を見ていただくと、アプリで買えば断然お得、対象金額の5%が戻ってくるということで、まあここにも出ている通り、T ポイントが1%プラス、エントリーして購入でプラス2%、さらにアプリから購入でプラス2%の経緯、 4%分の PayPay ペペボーナスライトがもらえるということになってます。まあ僕自身は Yahoo ショッピングでまだ PayPay ペペを使ったことがなくてタイミングよく買いたいものがあったので実際に買い物をしている画面を含めてここからお伝えしたいと思います。すでに Yahoo ショッピングのアプリから PayPay ペペを連携して購入する商品も決まっている状態からお伝えするんですけども今回僕が購入するものは最近ですねちょっとクロスバイクに乗ることがハマってましてチェーンをメンテナンスするために必要なものやスタンドがセットで売ってたのでこちらの 2268の商品をカートに入れています早速、決済画面に進むと、丸1番ですね。ここで、PayPay の残高利用と出てくるので、そこで今回は、決済するための2268円を打ち込んで、適用というところをタップします。丸2番、念のためですね、内訳を見たいと思うんですけども、5のつく日のアプリを利用して、プラス4%、ソフトバンクユーザーなので、プラス5%、 ヤフープレミアム会員なのでプラス4%そして僕は初めてアプリから決済をするのでプラス1%そして t ポイントが1%ということで ペイペイボーナスライトが308円相当、そして t ポイントが22ポイント入るということで、合計で15%還元になるということですね。ちなみにこれはスマートフォンで操作を行ってます。僕は持ってないんですけども、この中に yj カード、いわゆる Yahoo Japan カードをお持ちの方であればさらにお得になりますね。で、丸3番ですね。注文確定するをタップして購入完了ということで、丸4番。こちらがペイペイ側の残高を見たらしっかりですね、Yahoo ショッピングに支払いと出てまして、しっかり ボーナス分も処理中になってますすねねバッチリです、ね、ちなみに今回僕が Yahoo ショッピングで購入したショップに関しては同じ商品をですね楽天市場でも販売していまして比較したらこんな感じでしたね上が Yahoo ショッピングそして下が楽天市場ということですねまあ販売してる金額は同じなんですけどもやっぱり還元率が少し変わりますねまあなので買うものにはよると思うんですけども5の付く日ですとちょっとだけ Yahoo ショッピングはお得な気がしますねもちろん楽天も色々組み合わせたらポイント還元が高い時もも もちろんあります。最後にタイトルにも少しあった5のつく日のキャンペーンが9月から参加条件変更についてということなんですけどもこちらにも出ている通り2019年9月5日より5のつく日キャンペーンへの参加条件が変わりますということですね。今月の8月の25まででしたら Yahoo Japan ID でエントリーして購入プラスアプリから購入ということで4%だったんですけども9月の5日からは Yahoo Japan ID でエントリーそして PayPay アカウントと連携が 必要となっていますそれにプラス PayPay 残高または Yahoo カードで購入ということで4%になるということですねちなみに T ポイントの1%はこれまで通りとなっていますまあ、一応下の概要欄に今お伝えしたページのリンクを載せておきますので気になる方はチェックしておいてくださいまあ、そんなこんなで今回は PayPay を使って初めての Yahoo ショッピングそして5のつく日キャンペーンが9月から参加条件が変更になるということについてお伝えさせていただきました実際に初めて PayPay で決済した感想としたら全然違和感なく使えたので また買うものがあれば今度の5のつく紐を狙って何かしらのお買い物をしてみようかなというふうに思っています。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。